ズーム収録ではありません。でライティングでまあ必要な能力ってのはやっぱり聞かれます。僕もあのサイトたくさん10個ぐらいですかね今運用してて、やっぱり自分で2700記事ぐらいは書いたんですよね。今もう外注さんに任せて放置なんですけども、まあ、実際にですね必要なスキルとかどのぐらい稼げるのっていうのは、聞かれるところです。まあ本当にですね、きちんとですねしたスキルと継続ができれば稼げるジャンルではあるんですね。でもちろんアフィリエイトサイトとかアドセンスとかにもよるんですけども、例えばアドセンスだったら、10万 PV ぐらいアクセスですね、月10万アクセスぐらいあれば、まあ、月に3万円ぐらい広告収入だけで稼げるという形で、もちろんそのトレンドとかそういうものではなく安定したですねキーワードを入れていくっていうのがおすすめなんですけども、長期的に稼げるってことですよね。でなので、まだまだ稼ぐ余地はあるのかなと思います。ただ今だったら YouTube で、YouTuber ではなくですね